こんにちは、粟田洋介です。今日はメガネケースにアクリル絵の具で絵を描いていきます。今日は表面に布を貼ったメガネケースを用意しました。私の場合、絵を描く時のメガネケースは布製のものを選ぶことにしています。布にアクリル絵の具で描けば、絵の具が乾燥してからは水に濡らしても色が落ちることはありません。布にアクリル絵の具で絵を描けば定着がいいというわけです。絵の具は色を塗った時に布に浸透して乾燥すると硬くなって、その浸透した部分に絵の具が引っかかって、それで定着が良くなるというわけで、革とか合成の革も布ほどではないにしろ表面に絵の具が引っかかります。しかし金属とかプラスチックのツルツルの素材だとツルツルなので絵の具が引っかかるところがありません。なので乾燥してくっついても剥がれやすくなります。定着が悪いわけですね。なのでプラスチック製とかの場合、ちょっとザラザラした手触りのものってあるじゃないですか。そういったものだと多少引っかかるので、絵の具はツルツルなものよりは定着が良いです。そういったわけで、基本的に私がアクリル絵の具で描くのは布か革、もしくは木製のもの、それ以外のものにはアクリル絵の具で絵を描かないことにしています。まあそれはこういう雑貨に絵を描くときということで、普通の絵ですと画用紙とかの紙ですね、そういったものにもアクリル絵の具で絵を描きます。そんなわけで、アクリル絵の具は布に絵を描くためにとても優れた絵の具です。なので布を貼ったメガネケースとアクリル絵の具を用意していただければ、あとは好きなように描いていただければいいと思います。ではこれからこのメガネケースにアクリル絵の具で絵を描いていくんですが、描きながら私がアクリル絵の具で布を貼ったメガネケースに絵を描くときに気をつけているポイントなんかをお話ししたいと思います。でまずはこの絵の具の濃さなんですが、もうほんと好きな濃さにしていただければいいと思うんですけど、私はちょっと水を混ぜます。こんな感じのちょっとドロッとしたぐらい。布は水分を結構吸収します。なので絵の具に水分が多すぎると布の水分が滲んできます。ただそんな感じで水を多くしていただいてもいいし、今度は絵の具を水で薄め足りないときは、絵の具が濃すぎて描くときにこういうふうにスーってスムーズじゃなかったり、あとはこのすごく厚塗りになって硬い感じになります。私はそれでもいいと思ってて、なぜなら薄いシャツなんかの場合は着たときに服がパリパリになっちゃって、なんかプラスチックの板が張り付いているような感じになるので、絵の具が濃いとですね。なのでちょっと水分を多く入れて柔らかく切れるように私は絵の具を薄くして描きます。そして服の場合は洗濯をするので布用のメディウムを混ぜたりしますが、メガネケースは服と違って洗濯することはないと思うので、私は布用のメディウムを混ぜたりする必要はないと思っています。あとある程度濃くしておくと描くときに発色が良くなるので、私は濃く塗ることにしています。結構厚塗りしないと下地の色が透けてしまうっていうか、しっかり色が出ないので重ね塗りをします。そんなわけで絵の具と水の混ぜ具合っていうのは自分が描きやすいような水加減でいいと思います。たまにコメントで絵の具と水とかメディウムとかその比率は何対何ですかっていう質問をいただくんですが、私は数字がとても苦手なので、何対何かなって数字で考えてもうまくいきません。でも大体このぐらいかなって数字をコメントでお答えしてて、多分それ大体合ってると思うんですけど、他の方にとってちょうどいい絵の具と水の比率は違うかもしれないし、絵の具とかメディウムを水に混ぜるその比率っていうのは、その画材のメーカーとか商品によってもものすごく変わってくることです。
なので例えば私が使っている絵の具で1対1だったとしても、違う絵の具では2対1で同じようになるかもしれないし、またその商品によっては水を混ぜなくてもいいかもしれません。またその比率っていうのはその時の天気とか気候によっても変わります。湿度とか温度とかですね。なので絵の具で自分で描いてみて、それでちょっと描きづらかったら少しずつ水を足していくとか、そういう感じで試すことをお勧めします。ただ数字で分かった方がやりやすいっていう方もいらっしゃると思います。なので何対何ですかっていう質問はすごくいい質問だと思います。ただ私に数字で聞かれても正しい答えが言えないかもしれないのでご了承ください。乾いたんですが、こんな感じでまだムラがあるので、ここにもう一コート色を重ねていきます。こんな感じで猫の形ができました。猫の模様とか顔とかを足していこうと思いますが、この周りにも何かを付け加えていこうと思います。よくある質問なのでお伝えしますが、絵の具が乾いた後は水に濡らしても大丈夫です。色落ちしません。そんなわけでアクリル絵の具っていうのは布に絵を描く画材としてはとても優れた絵の具だと思っています。でもアクリル絵の具と間違えやすい画材があるんですけど、それはご存知の方も多いと思いますが、アクリルグアッシュというものです。アクリルグアッシュを使っている方は結構いらっしゃると思います。そしてメガネケースにアクリルグアッシュで絵を描いてもいいんじゃないかって私は思っています。なぜならアクリル絵の具もアクリルグアッシュも顔料、色ですね、顔料をアクリル樹脂で定着させる絵の具だからです。アクリル樹脂っていうのはプラスチックですね。ただアクリル絵の具よりもアクリルグアッシュの方がアクリル樹脂が含まれている量が少ないんだそうです。なのでアクリルグアッシュはアクリル絵の具ほど定着が良くありません。ただメガネケースっていうのはジャボジャボ洗うものじゃないですから、アクリルグアッシュでもまあいいんじゃないかなって私は思うんですが、私自身はアクリルグアッシュでこういう雑貨に絵を描いて販売することはしません。なぜなら定着力が低いですから、やっぱりちょっと心配なんですよね。何年か前にアクリルガッシュを何回洗濯したら剥がれてくるっていう実験をして、アクリルガッシュにそこそこの定着力があるっていうことを実験済みなので、まあ洗濯とかをしないメガネケースとかに書くんであればまあいいかなとは思っています。でもおすすめはしません。概要欄にアクリルガッシュを洗濯した実験の動画とアクリル絵の具とアクリルガッシュの違いについてお話しした動画のリンクを貼っておきますので、興味がある方はそちらもご覧になってください。Thank you.
回アクリル絵の具で絵を描いたんですが、布のメガネケースの布に絵を描くといえば布に絵を描くといえばこの布用の T ペン、別の動画とかでも私がよく使っている布用の画材です。これでも私はよくメガネケースに絵を描いています。というか最近 T ペンを使うことの方が多いかもしれないですね。で、実は昨日ちょっとこの T ペンで別のメガネケースに絵を描きました。これは外で絵を描いています。T ペンは細い線で絵を描くときも便利ですし、こんな感じでドバッと出して筆で伸ばすこともできます。この画材は布に描くためのものなので、キャンバスみたいに定着剤の塗ってないこの布ですね、こういったものにとても絵が描きやすいです。この T ペンから直接こうやって線を引いて描くときもあれば、筆を使ってこの塗料を伸ばしたりなじませたりすることも結構あります。この T ペン、よくこの画材は何だって聞かれるんですが、気になる方は T ペンと検索してみてください。これで出てこなかったらホリゾン T ペンとか T シャツくん T ペンとかってやると出てくると思います。どこで買うのかってよく聞かれるんですが、私は新宿の世界堂で買ってて、すごく種類が置いてあったんですが、最近はかなり置いてある種類が減ってしまいました。なので最近私は T ペンを楽天で買っています。値段は色によっても違うんですけど、480円とか500円前後だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、そのぐらいだったと思います。 T ペンは私がいいと思って使ってるので皆様にこうして紹介していますが、癖がある画材なので、これすごく使いやすいっておっしゃる方もいらっしゃると思いますが、こんなの使いづらいって思われる方もいらっしゃると思います。またコメント等でこれは何の画材だとか金額とかも聞かれることがあるので、今お答えしたまでで、これはメーカー様からお金をいただいている案件とかではありません。外で絵を描いていて天気が良かったんですが、ちょっと雨が降ってきちゃいましたね。こんな感じで今回はシンプルに使った色は黒、白、それから赤と蛍光レッドですね。こんな感じで2つのメガネケースができました。こっちがアクリル絵の具を使っていて、こっちが T ペンで描きました。今何度か雷が落ちましたが、外は雨がザーザー降っています。雨の音も聞こえますかね。まあそれはどうでもいいんですが、今日はこのアクリル絵の具でメガネケースに絵を描いてみました。それからおまけで T ペンでもメガネケースに絵を描きました。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。